今日は南足柄にある大雄山というところの西乗寺っていうお寺ですね。内容は今日は今日12月27日で、正月に向けて門松作りをします。で、足柄に、天狗会っていう僕らいつもお世話になってる会があって、そこの方々が、仲間集めて毎年門松を立ててるみたいなんですけど、今年はなんか声かけてもらってちょっと遊び来いよっていうことで門松作り、見学とお手伝いに行ってこようと思います。初めて参加するんですか？そう、今年初めてのことで、年末はもうお祭りもないしあんまり会うことなかったんですけど、でも今年なかなか祭りがなくて会う機会がなかったんで、なんかたまには顔出せっていう電話かかってきたので今年は参加してみようと思います。酒飲んでもいい。聞いちゃいます。長いやつ、もっと大きいやつ、3本で1つ、で1、2、3、9本組で、何やってんだよ。
もう食べないです。フフ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 フ上でさ、久しぶりです。もらってもらって。もらえ、ほれ。それそれ。で、間通して向こうへやれ、向こうへ、まさひろやれ。で、真ん中に合わせて、真ん中合わせて。なんか切れそうだもん、これ。真ん中合わせて。上のよ、合わさってんところ見てみろ。真ん中、真ん中。それは晴れ。焼けの真ん中。晴れよ、おい。いいか？はい。しまったぜ。入れそう。今竹を止めてるんですか？そう。今ね、縛ってる。これをどこへ運ぶんですか？これを本堂の前までね。出てこいよ。一緒にしましょう。本堂の前。どうしよう。おい、何やってんのと思ったら、そういうこと。で、おい、上で下から通して、下から行って上持ってこい。上で、あやにしろ、そこであやにしろ、あやにしろ。で、上持ってけ、もう一回上持ってけ。で、まさひろに任せ。前のが40か。で、前で前で。また今これ合わせ。上見ろ、うちだ、これ。どうぞ見てろ。はい、いいよ。すいません。ゴムはねえ。